ジョーン・オズボーン、ジョーン・オズボーン、ジョーン・エリザベス・オズボーン、1962年7月8日帯は、アメリカのシンガーソングライターである。ケンタッキー州に生まれたオズボーンは、当初は映画業界に進むことを希望しており、1980年代後半に地元を離れて、ニューヨーク大学の映画学校に入学した。しかし、ニューヨークでの学生生活は楽ではなく、 高い学費や生活費を稼ぐためアルバイトに明け暮れ、そのために一学期間、丸々休学していたこともあった。ある日、同じアパートの友人と近所のブルースバーに出かけ、ビリー・ホリデーの g ッ o d Bless the Child を飛び入りで歌ったところ好評を得たため、このバーに歌手として出演するようになった。これがミュージシャンとしてのキャリアのスタートであった。当初はあくまで学費を貯めるための活動だったが、 バーや他のクラブなどで歌いながら、そこで出会ったミュージシャンたちとバンドを組み、自らインディーズレーベル、ウモンディヒップスを作って、CD 制作をするなど、次第に音楽に専念するようになっていった。やがてプロデューサーのリック・チャートフに見出され、1995年、チャートフのプロデュースによるアルバム、レディッシュでメジャーデビューを果たした。アルバム収録曲である。 ワン・オブ・アスがビルボード氏のトップ10入りる大ヒットとなり、この曲が映画バニラ・スカイ・ブルース・オールマイティのサウンドトラックに使われたり、またグラミー賞にも8部門でノミネートされる、結果的に受賞はなかったど、オズボーンは一躍人気ミュージシャンの仲間入りをした。1996年インディーズ時代の音源をまとめたアーリー・リコーディングスをリリース。 1998年には、サラ・マクラクランが始めた女性ミュージシャンのみのコンサート、リリス・フェアに出演し、シェリル・クロウ、フィオナ・アップル、スザン・ヌ・ベガラと共にステージに立った。この頃のオズボーンは映画のサウンドトラックやダミュージシャンの曲にゲスト参加するなど堅調な活動を続けていたが、自らのニューアルバムの企画はなかなか進まなかった。やがて、 自らの興味に従った音楽を作りたいオズボーンとワン・オブ・アスのようなポップな曲の量産を望んでいたレコード会社との間で音楽性について意見の相違が出てきたこともありついに1999年オズボーンは所属するマーキュリーレコードから契約の解除を通告されたしかし自分のアーティストとしての才能を信じなくてはいけないと思ったというオズボーンは 音楽活動を諦めず、プロデューサーのミッチェル・フルームと共に新作アルバムの制作に取り掛かった。その後、インタースコープレコードとの契約を得て、2000年、オリジナルアルバムとしては、デリッシュ以来となる、ライチャス・ラブを発表した。2002年、新たに、インディーズ・レーベルのコンペンディアと契約し、ロックやソウルの曲をカバーした、アルバム、ハウス・イート・イット・イズをリリース。 このアルバムは長らくモータウンのバックバンドとして活動してきたファンクブラザースと共演したことがヒントになって制作された。なお、ファンクブラザースとの共演の模様は同年に公開されたドキュメンタリー映画永遠のモータウンに収められている。2003年にディクシーチックスやザ・デッドのツアーに壊れて参加するなど、 しばらく他のミュージシャンのプロジェクト中心の活動を続けた後、2006年に Pretty Little Stranger、2007年に Breakfast in Bed、2008年に Little Wild One のアルバムを発表した。2009年には Cheap Trick によるビートルズのカバーアルバム SGT Peppers Live にゲストボーカリストとして参加した。2010年からは、 元ブラッククローズのスティーブ・ゴーマンが中心となって結成されたバンドトリガー・ヒッピーのメンバーでもある。オズボーンの曲はブルースやソウルに影響を受けたロックが貴重であるがプリティ・リトル・ストレンジアではカントリー寄りのアプローチも見せている。さらにオズボーンはイスラームの伝統音楽であるカウアーリーにも興味を寄せパキスタンの歌手ヌスラとファテー・アリー・ハーンに弟子入りして カワーリーを直接学ぶなど多様なジャンルを自らの曲に取り入れている。こういった幅広い分野への関心によって、ボブ・ディラン、スティービー・ワンダーといったポピュラー音楽のミュージシャンのみならず、ルチアーノ・パバロッティなどクラシック畑の音男と共演した経験も重ねている。オズボーンは否認と人工中絶を訴える女性団体に参加しており、 また女性向けウェブサイト、ヒロインマガジンも主催している。このことから女性の意識向上に熱心なミュージシャンと見られている。なお、彼女自身は両性愛者であることを公表しており、2004年に生まれた娘がいる。ローマカトリックの家庭で育ったが、その後はカトリックとは距離を置いており、大人になってからは、 仏教やキリスト教から影響を受けたスピリチュアルな人間であると自ら語っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。